今日からスタートの東京メガイルミ、江戸っ子の私が盛り上げに来てやったぜ。短い時間だけどよろしく頼むな。みんな今日は来てくれてありがとう。東京メガイルミもパルコもキラッキラでいくよ。一緒に盛り上がって運気上げてこー。今日はみんなのことをこの東京メガイルミでハッピーにさせちゃうんだから。皆さんこんばんは。コパノリキン役の稲垣好美です。今日はよろしくお願いします。ついについにこの日がやってきたべ。今日は一緒に楽しい時間を過ごそうな。東京メガイルミけっぱるめ。ありがとうございます。北光たるまい役の菊池さやかです。本日はよろしくお願いいたします。東京メガイルミ楽しむ準備はできてるかの？私は気合い十分、万全のコンディションじゃよ。全力で楽しむよ。ありがとうございます。こんばんは、ワンダーキュート役の須藤かな子です。本日はよろしくお願いします。トップバッターは大和田さん。わお願いします。私だ。よし。ありがとう、ありがとう。よし、逃げ切るよ。私がおすすめしたいのはこちら。じゃーん、虹色に輝く光の大噴水です。いやさ、みんなこれ見ないで帰るとかそんなことさせないから。お願いします。頑張るよ。ありがとう。私がみんなにおすすめしたいのはこちら、江戸桜トンネルです。皆さん、このライト一球一球何でできてると思いますか？なになんと桜の花びらです。まだまだ皆さん、おすすめ聞く準備できてますか？はい、ということで私がおすすめしたいのはこちら、メガツリーでーす。前回もね、メガツリーやって、私たちもね、3人で写真撮ったりしたのを X に上げさせていただいたりしてたのを見てくれてたも人もいるのかなと、 ありがとうございます思うんですけど、今年はですね、なんとキラリマジックショーとコラボした光の演出があるんですよ。今ね、今までいっぱい素敵なのを紹介してもらいましたけど、私も素敵なのを紹介します。私が紹介したいのはこちらです。オーロラの森です。これね、本当に綺麗で、もう夜空いっぱいに広がる光と、あとイルミネーションツリーの輝きがね、本当に幻想的なんです。あの、今ね、たるまいちゃんが紹介してくれたあのメガツリー見えますね。あのメガツリーを中心とした広場の上にあのスモークがたかれて、そこにレーザーが当たってオーロラが出るんですけど、本当のオーロラみたいなんです、これが。かわいい。トレーナーさんの投票の結果、優勝はドゥルル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